ちは。こんにちは。さあ、はい、さあ専門的なことを聞きますが、ええ、まあガンちゃん日本ハムをずっとね見てて応援してて、はい、まあ宿敵となる魅力的なピッチャーって言えば佐々木朗希じゃない。ああもう、はい、で佐々木朗希と双璧なピッチャーって日本で今いるの？ピッチャーの目線からして、ピッチャーの目線からして、それは素材的なことですか？もう成績も含めての、まあ、成績も含めてもいいや。まあ、山本由伸っていうのが、はい、まあ、一つ来るんだろうけど、タイプは違うと思います。全然違うよね、はいはい、オリックスの山崎総一郎が先発でもうちょっと柔らかい投球だったらサイズからしてもなんかそんなタイプかなと思うんですけど、佐々木朗希は今群を抜いてると思ってます。あのさ、タコが投げてる。ああそれです。こんなやついないよね。あれね、僕ら選手の時もものすごくやりたかったんですよ。キャッチボールの時からこういう動きしたいんですよ。ボール取ってこういう動きでこういう、金子千尋が沢村賞取ってるぐらいの時が全盛期はそうだったんですよ。タコ投法なんですよ。ボール取るのピャンってタコに見えるし、タコなんですよ。 あれバッターも嫌だと思うんですよ。いやもうね、ピシャーってくるじゃないですか。もうなんかムチがもうぐにゃぐにゃになって、はい、バチーンって最後に投げてくるみたいな、はいはい、だからすごく嫌だと思うんだよ。で山本由伸っていうのは、はい、やっぱすごいボール投げるけど、はい、意外と野手投げだよね、あの子。そうですね。でも理にかなってるよね。無駄がなくて、はい、なんかリリースポイントが安定する。ここに決まってこっからいやーってなるのに行くじゃないですか。でもそれもなんか感じさせないぐらいの、はい、こう匹敵するようなピッチャーって誰がいる？いやもう佐々木朗希見た時に、ああこんな野球選手が日本にも出てくるんだと思って見てたんですけど、いやでもメジャーにもなかなかいないだろう、ああいう多項投法。まあ大谷とはまたちょっと違うよね。遡った西崎幸弘さんとか江川さんは見た目ちょっと腰回りがごつかったですけど、そのタイプやと思ってるんですよ。ピャンピャンシャンっていうような、僕はそう思ってるんですよ。なるほどね。あとソン・ドンヨルさんも身のこなし、腕のこなしはタコなんですよ。僕あの人のキャッチボール見た時にもうあーって口開いたらもう閉まらないぐらい、こんなに手首ってしなって、しなるよね、ここパチンと当たるぐらいのね、驚いてキャッチボールだけで。もあれはそれは素質か、うわー、それとももう持ってもらった体型か。ボールを持って幼い時にこう何か投げるとかそういう時の運動の能力の自分の発見、素質かな。今なんか理屈言おうと思ったけど言えなかった。でもあれこの投球法はなかなか俺ないと思うよ、はい、そこに連動性の充実があるんで、うん、あのピシャーじゃなくてビシャーってくるじゃないですか。そうもうあの完全試合の時なんてもう5回以降なんてバット当てれるやつをって当ててみろと思うぐらいな。プロ相手に13連続奪三振、えげつなかったですね。で次の試合も実は8イニング完全試合やってますから、ね、うん、そうだ日本ハム相手に、あれ9回マウンド上がってほしかったな。いやだけどそのじゃあ課題と言ったら何、やっぱローテーション。そうですね、しっかり守ると、はいはい、疲れとどうやって向き合うかとか、うん、自分がまだ残ってるっていう時に引き出しの選択の変更で、危機回避能力は彼がこれから身につけていかなきゃいけないことだと思うんですよ。1年間、まあ、ある程度、まあ、昨年実績ができたよね、まあ、ローテーションは守れないとしても、これっていうのは今年につながるわけ？それとも守らないと、守ったものを1年間作らないとやっぱローテーションピッチャーには今後なれない？あの僕も内部で聞いたわけじゃないんですけども、球団チームの方針で中6日を何試合やったら10日空けるとか、なんかそんなやってるようにも見えた節もあったんですが、実際球数を見て針が残ってます、だから10日以上空けたとかもあったと思うんですよ、両方。だから必ずディスカッションの先の登板日が決まってたと思うんですけど、彼がスーパーエースになるには当たり前のようにこの曜日佐々木ですよねで立ってほしいじゃないですか。それは絶対そうだな、はい、でそこで当たり前のように勝ち星を挙げ18勝4、5敗のピッチャーでアメリカ行きたくないんですか、だんだん変わっていくじゃないですか。それまでには総合体力はまだつけなきゃいけないと思ってます。これ筋肉じゃなくて僕油つけなきゃいけないと思ってるんですよ。油、脂肪ということ、脂肪、体力と何かあった時にそれを守ってくれる鎧を。2人とも今満載についてる。これはいらない脂肪ですよね。ただただ冬は寒くないぐらい。まあそうだ。北海道産。これ冬は
あ、そうですね V つけてきた、ね、まあでもローテーションを守るとしたら、はい、何勝ぐらい期待できるの。僕もサンデーローキで僕18勝見てます。月3勝当たり前にするピッチャー。20勝いかない。20勝はチームもめちゃくちゃ強くないとじゃないですか、まあ、だから1対1で勝ち星つかないとか0対0でつかないとかいう試合もあると思うん でそれこそ1対0、2対0で負けたりするような試合もあると思うんで18勝6敗大体月計算でいくんですよ。でローテーションピッチャーは1年通して戦ってほしいんで、スーパーピッチャーは、うん、なので月3勝1敗18勝6敗ですよね。あ、これノルマでもいいんじゃないのっていうぐらいのピッチャーだと思ってます。はい、それを今年来年中に表現できるピッチャーで自然と200イニングに届くような、はい、数字を出せば周りはそろそろアメリカに行かせろよみたいな。もうアメリカ行っちゃう。いや、もう声が出るんじゃないですかね。それは寂しいだろうな、アメリカに行かれてると。6年もやってもらえますか。7年はやってもらえますか。7年も、はい、いやだけど佐々木朗希とこう対等するようなピッチャーって誰かいないんだね、昔から。頭で考えてるんですけどね、あのしなりで投げてる今いないよな。そうですね、なかなかいないでしょ。はい、見た目感じ方これ感じるのは初めてだね。あんなにこう、はい、腕がこう大きく使えるというかさ、はい、足も長いじゃない。はい、江川さんとかダルビッシュとかちょっと手が短いね。ああ、そうですね。ものすごい器用なピッチャーだなっていう。身のこなしはね、僕ね、柔らかさものすごいあったかったと思うんですけど、うん、手の長さでいうとそのサイズのピッチャー今ちょっと探してても出てこないですね。うん、だからダルビッシュも短いもんな。長くないですね。はい、だからものすごい器用だけどさ、本人が言ってました。よー、そんな手足長いの操れるな。岩本さん、よく見てください、僕そんな手足長くないんですよ。ほんまやなって言った時があったんですよ。うん、まあ、それも強みなんですけどね、うん、コントロールいい、操りやすいという。対比できるピッチャーがさ、はい、ちょっといないというかさ、はい、まあ、千賀と山本由伸って意外に共通点っていうのを見つけられやすい、はいはい、軸に乗ってしっかり形決めて振り下ろすというさ、はい、西武西口文也、あ、そんな感じやったんですよ。そうやな、はい、ペランペランペランって。そうやな、はい、そんな感じかもね。最後 こっちの球を覚えた時に投げ方変わったように見えましたけども、うん、スライダーとまっすぐでいうとそんな感じでしたよね。でもやっぱ違うな、佐々木となったら、ま、た違うな。やっぱ特別だよな。特別ですね。 はい、僕彼入団した時に吉井コーチがもう投手ディレクターとかも歌って彼を手塩にかけてる時にどうやって操れる選手にするのかなと。自分の手足を操る、まあ、例えばさ、佐々木朗希を指導するときにああいうタイプっていないから分からないだろう。感覚とかが難しいよな。はい、はい、どうする。とりあえず遠投と守備練習みたいですよね。身のこなしが見たいですよね。ああ、まあそれによって、はい、それで教え方とか、はいはい、あ、そこから導き出してくる。僕守備練習すごい見たいです、いつもピッチャー。それは何のために。あの身のこなしと自分がトップ持っていくときにどうやって持っていくか見たいんですよ。急いで投げてもらったりしたときに、取ってすぐ投げてもらったりしたときに、その彼の本当の投の基本っていうのがパッと見えるときあるんですよ。ああ、なるほどね。はい、でそれが見えるとピッチングしていて何をしたい、こうしたい、どんな投球したい、でこっちもこんなスパイス与えたいというときに困ったらもう一度投の基本に帰ってみようってリセットできるようになるんですよ。リセットポジションを見つけるっていうので僕守備練習とか見たいタイプです。なるほどね。はい、まあ、ちょっと面白いこと聞いて遠投も、あ、ちょすいません、はい、遠投も助走つけて投げたりするじゃないですか。だから最大限にそれを表現しようとして本当の投の基本が見えたりするときもあるんですよね。すいません、偉そうに言って。いやいや、そんなことない。できないです。あたし、ありがとうございました。